でもそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いたんですか、写像って。そっちのことやめてもらっていいですか、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能のものがいいじゃねえよ。<laughs> 会社のトップが反コロナでコロナを証明する論文はない。証明できないのになぜワクチンができるのかなど反対運動を進められ、職場に行くのがしんどいです。コロナあるのかないのか毎日ぐるぐる考え、朝からやる気が起きないです。コロナより職場が怖いです。どうすれば日本に仕事がつけられるのか、ひろゆきさんの気が付かせください。えっと、あの、コロナウイルスって電子顕微鏡であの見られたやつがあの死ぬほど昔からいっぱいあるんですけど、 であの新型コロナウイルスにかかった人でワクチンを打ってそのあの死亡率下がってるよっていうのはあのイスラエルだったりイギリスだったりアメリカだったりであの調べらいくらでもあると思うんですけどそのコロナをを証明すする論文ってど何を言ってて何言んすかねコロナウイルスがいないっていうことなのかそのな何をその証明する論文がないのかがいまいち分かんないんですけど。はいえっと コロナウイルスは全くいな、ないかもしれないけど、その世間で言われているコロナウイルスと言われるような症状はあって、で、なんとなく作ったワクチンがたまたま効いているだけで、実は、今、 コロナウイルス例えばじゃあそのみんながコロナウイルスでこうなってると思ってるけど本当はそれをコロナウイルスが起こしてるんじゃなくてアデノウイルスが起こしていますと。でアデノウイルスが起こしてるんだけどみんなコロナウイルスが起こしてると誤解をしていますと。であのなんとなくワクチンを作ってなんとなく使ってみたら聞いちゃったと。でこれコロナワクチンのワ,ワクチンなんだよって言って世界中でつ使ってるんだけどでも実は本当に症状を起こしてるのはアデノウイルスででそのコロナ用として作ったワクチンがアデノウイルスに効いているので結果として収ま ってるけどコロナウイルスは実は実いないいんだよっていうのであれば、論理上、成立するかもしれません。要 <laughs> は、その電子顕微鏡で見たものは、コロナウイルスではなく、アデノウイルスですっていうのも、あの論理上は、あの、成立します。<laughs> なので、っていう話をしてんの <laughs> それなら、まあ、いいかもしれないけど、そういう話っていう。要は、その、コロナウイルスのこと、アデノウイルスって呼ぶのか、アデノウイルスをコロナウイルスって呼ぶのかって、あの、名前の問題ですよね。はい。 ひろゆきさんこんにちは大卒20代後半で大成で会社を M&A して平均的な人の性障害年収を担ぎましたこの前イスラエル国籍を持つ女性と結婚しイスラエルの永住権を持ちました私は日本人です同じ条件ならひろゆきさんを何をしますかイスラエルに行きますねオドレイトトウっていう名前なんでそれフランスじゃねえかって気もしますけどまああのお金に困らないのであればどうせなら面白いことをしたいっていうのでまあ多分そのイスラエル国籍の人と結婚してる時点で割とその面白がりの人だと思うのでアベノウイルスじゃないですアデイノウイルスですはい なので、あのいいタイミングなんで、イスラエル行った方がいいんじゃないかなと思います。イス,あのイスラエルだともう、あのスポーツジムとかあの映画館とかがんがん開いてるので、なので、あのコロナウイルス化がどうやって解決していくかっていうのはあの先進事例としては、あのイスラエルはかなり重要なので、なので、今のうちイスラエル行っていくっていうのは、情報が増えるんじゃないかなと思います。<laughs> あのコロナが始まってから割とその日本人の人ってなんかあのコロナは日本人にはかからないんだとか何か BCG があるとコロナにかからないんだとか何かのファクター X みたいなのかって日本人は重症化しないんだみたいなこと言ってたんですけどあの残念ながら感染した人も1万人死んでるんですよね日本で。 なんで感染者はあの、日本は他の国に比べたら少ないんですけど、そううの,あの握手する文化がないよとか、あの、家土足で入らないよとかっていうのがあるので、感染の速度自体は低いんですけど、ただ感染した人が死ぬっていう割合でいくとあんま変わんないんですよ、欧州と。 なので、その、僕割とその、去年の3月ぐらいから、そのコロナって結構まずいですよ、みたいなこと言ってたんですけど、でもなんかあの、暖かくなったらそんなんいなくなるよとか、あの、季節性のものなんだから夏になったらいなくなるよとかっていうのを言ってる日本人はいたんですけど、結局あれみんな嘘つきだったんですよね。っていうのが割とその、欧州にいると、その、あ、これってこういうものだよねっていう情報が多いんですけど、あの、日本にいて日本語の情報だけ聞いてる人って、割とその日本のこと常識だと思っちゃうんですよ。 なのであの日本でじゃあ1万人亡くなりましたっていうと要は1万人のうち1人亡くなった状態なんであの知り合いでコロナで死んだ人ってまああんまりいない状態なんですよねまだあの、まあ。そんなに1万人も友達1人いないと思うのでなのであのまあその知り合いの知り合いとかでも死んだ人いないよねなのでそのコロナって実感ないよねっていう感じなんですけど。 あのフランスだと今10万人亡くなっていて、人口としてはあの5000万人の国なので、なので、えっと、日本で言うと20万人亡くなってる感じなんですよ。で、日本で20万人亡くなってるとすると、500人に1人亡くなる感じなんですよね。で、そうすると、ま、あの、中学とか高校のでかいところだと、そこの学生の1人死ぬぐらいなので、そうすると、あの、知り合いの知り合いぐらいが死んでる感じなんですよね。ああ、あの人ね、みたいな。 っていう感じで割とその知ってる人が死んでる状態っていうのがそのフランスとかアメリカだったりするのでそのコロナないよねとかってほぼ起きないんですよ。そのまあ,あの友達全然少ない人俺知ってる人で死んだ人いないよとかなんだけどでもあそこの本屋のおじさん死んだよみたいになるとマジかーみたいになったりするんですよね。っていうのがあるので割とその外国の方がそのコロナに関してはあの体感としても正しいこう知見が得やすい気がするので。 なんで僕は外国の方に住むっていうのはそのコロナの後の経済とかコロナの後の社会っていうのは割と欧州とかアメリカの方が先導していくんじゃないかなと思ってるんですよね。あの、えっ、ー、と7月から、えー、とワクチンパスポートっていうのが EU、ヨーロッパで始まるんですけど、 あの飛行機に乗るんだったら、もうワクチン打ってないと乗せねえぞみたいな。まあ乗ってもいいんだけど、あの乗るとすると、すごいいろんな証明書だったりとか、PCR 検査とかしたりとか、降りた後に隔離とかっていろいろやんなきゃいけないんですけど、その、ワクチン打ってますっていう人で、その QR コードでうわ、行って見せると、あ、ワクチン打ってるんだったら、もう隔離しないで勝手にあの観光地、好きなだけ観光して、ホテル泊まって、レストランで飯食ってくださいっていう、そういう仕組みが始まるんですよ。で、あのアメリカも一応 IATA 経由でやろうとか、シンガポールもやろうとかっていうんですけど、そういうワクチンパスポート いいう仕組みって日本全く進んでないんでなすよね、まあ、そもそものそのワクチン打ってないと飛行機乗れないよねっていうのがまあ、欧州なんでやれるかっていうと、まあ、3割4割の人たちがもうワクチン打っててで僕も今月末から一応予約ができるようになるのでまあ頑張れば多分来月中にはもうワクチン打てるのでじゃあ飛行機乗りたかったらワクチン打てばいいじゃんってなるんですけど日本ってその人口1億のうち2%とか3%しかワクチン打ってないので。 飛行機乗るんだったらワクチン打ってくださいって言うと、ほぼ誰も飛行機乗れなくなるんですよ。今医療従事者と高齢者の人っていうのを優先してるので、そもそも論高齢者は別に今飛行機乗る必要ないよね、みたいな。医療従事者飛行機乗ってる場合じゃないよね、今超忙しいよね、みたいなので。なのでじゃあビジネスマンが飛行機乗りますって言ってもワクチン打ってないから無理っす、みたいになって、ワクチンパスポートを導入した途端、日本誰も飛行機乗れなくなっちゃうんですよ。 っていうのがあって、他の国がうまくいった仕組みっていうので、どんどんいろんな仕組みを作るんですけど、日本は置いてけぼりになっちゃうんですよね。なので、その？かというわけで、えっと海外の事例とかをまあ目に気にした方がいいんじゃないかなと思います。だよね。一回くるくる回りましたね。えひろゆきさん、こんばんは。最近、東京オリンピックの開催が現実にを帯びてきましたが、開催を来年延期する方法を考えるとしたらどのようにすればいいと思います。か？ありません。 えー、私の考えは都市部の人は皆マスクや手洗い禁止をして感染者数を増やし今年度のオリンピックが無理な状況が一番現実的だと思います、えー、死者や後遺症が残る方が発生することは避けられないですがワクチン接種率が低いこの日本で外国変異株が入ってきた場合と比べては絶対的な数は少なくなると予想します他にも意見がある方は Twitter で是非飛ばしてくださいということですけどまずはあの来年延期はありませんあの2年後にあのパリのオリンピック予定されちゃってるんですよね なのであの、まあ、要は1年延期しましたってんであの来年、北京オリンピックがあるんですよね、冬の。なので、あの1年の延期はまあ,ありうると。ただ、2年延期させると、まず冬のオリンピックとかぶるから、もう準備がともそ,もそもそも成立しないよねと。で、あのそこでじゃあ、冬のオリンピック終わりました。で、その次にあの1年休みで、パリのオリンピックっていう感じになるので、そもそも1年つあの先に進むと、そこまでそのスケジュールがこう重なってしまうので、IOC の処理能力を超えちゃうんですよね。 なので、あのもう中止か開催かどちらかしかないよねっていうのが今の状態なので、で、多分あの開催するか中止かなんですけど、あの今の流れでいくと、中止って言える人が、小池都知事ぐらいしかいない気がするんですよね。 その結局あのまあオリンピックやりましょうって言ってあのまああのその安倍首相とかが大喜びしてやっててんでそのそれなりにオリンピック系のあのそのなんかあのスポンサーとかからこうお金もらったりっていうのがあってまあ自民党的にはおいしいよねっていう状態だったんですけどでこれだけ金もらっといてやらないとかありえないよねみたいな状況になってそこまでの不義理をすると多分菅さんが今年勝てないんですよね選挙。 ではそのえー、とオリンピックって儲かるよねっていうのでいろんな投資があってで、まあ、あの今無観客とも言ってないんですよ。ではその900億円の,その,あのチケット収入って言われてるんですけどそれってその何十万人の人が見に来るからその人たちでその広告とか見せるから広告効果あるよねだからお金くださいっていうのでそのなんか日本中の,その,なんかのアナとか JAL とかだったりとかあのコカ・コーラだったりとかっていうスポンサーっていうところがお金払ってますよと。 で、その、あの、テレビ放映っていうのやりますよっていうので、そのテレビ局の民放って多分全部オリンピックのパートナーなんですよね。パートナー企業、スポンサー企業。で、新聞社も産経新聞以外多分全部メジャーな新聞社ってパートナーな気がするんですよね。だから朝日新聞とか、まあ、あの、その、えっ、ー、と、東京新聞とかも。東京新聞だけ違ったっけま、あいいや。っていう感じで、割とそのメディアもテレビ局も全てパートナーだったりするので、それが全部敵に回るんですよね。 であの基本的にメディアを敵に回して勝った政,政党ってないんですよ、日本ってその安倍首相がなんであそこまで長期政権持ったかというとメディアとめちゃくちゃ仲良くしたんですよね。 なのであの、メディアの偉い人と定期的に飯食ってて、で、メディアの偉い人がこれやれよっていうと、結構それちゃんと従ってたっていうのがあるので、なので、そのメディアが、その、あの、安倍首相に対して、こう、反旗を翻すっていうのはあんまりないようにしてたんですよね。なので、あの、NHK とかで、そのなんか、あの、自民党政権を批判したキャスターが、なぜかいつの間にか首にあるみたいな。 で、たまたまクビになっただけで、別にあの、その自民党を批判したせいでクビにしたわけじゃないよっていうのがあって、で、そのキャスターがクビになったのがよろしくないみたいなことになって、なんか、クローズなんとかっていう番組が、なんかクローズなんとかプラスみたいな名前があって、いやいや、名前を変えたから、これはあのリニューアルだって、別にあの人を降ろそうとしたわけじゃないよみたいな、っていう感じなことになってたりするので、なので、ちょっと菅首相が選挙勝ちたいと思ってるんだったら、中心するのは難しいので、できるとしたら小池さんぐらいかなと思うんですけど、 ただ小池さんももともとオリンピックやろうぜってめちゃめちゃ言ってた派なので、ここでオリンピック中止って言うと、多分小池さんもあの国政に行った時に、お前嘘つきじゃんってなっちゃうので、なので中止って言って得をする人がせ、その決定権を持ってる人の中にいないんですよね。で、あの、オリンピック組織委員会の人たちって、その組織委員会の役員の人って、あの月給200万円とかの人がいるんですよね。 あの、元々その組織委員会って名誉職で、あの、一切給料がないっていうのが、会長は給料ありませんってなったんですけど、あの、前回のあの、人殺しで犯罪者の武田なんとかさんっていう会長さんが、あの、俺会長だけど月に0 0万もらうわって言ったんですよね。まあ、正確に言うとあの、犯罪者かどうかっていうのは、えっと、フランスで犯罪として賄賂として捜査されてるけど、フランスには一度も行かないっていうので、犯罪者ではないんですよね。あの、捜査中の人物 <laughs>。 で、あとあの、10代か20代の頃にあの、車で人引っ殺してるんですよね。まあいいや。っていう感じで、その、本来その、名誉職だからお金もらえないよねって話だったんですけど、まあ俺毎月百0 0万欲しいからもらうわっていうので、で結局その、職員の人たちとか、あの、その役員の人たちって、組織委員会ですげえ給料もらえるんですよ。で、あの、毎月ね、確か300万だか400万だかのオフィスを借りてるので、森ビルにずっとその金が押し付けるんですよね。 で、えっ、ー、と、森ビルの後になんかトリトンタワーかなんかに防う増やしたんだっけなっていう感じで、あの、割とその日本中にお金配ってるんですよね。で、あの、まあ、皆さんご存知の、あの、電通っていうところが、まあ、あの、いろんなお金もらってやってますっていうのがあって、で、あとそのなんか、えっ、ー、と、泉さんとかいう首相補佐官の人とかが、なんか40億円ぐらいかけて誰も使わない建物を作ってみたりとか、なんか割とそのオリンピック予算っていうことで、みんなやりたい放題やってるんですよね。 で、あれが無駄になりましたっていうと、おいおい、それって誰の責任なのってなっちゃうので難しいんじゃないかなと思います。はい、長くしゃべり続きました。すいません。えー、コロナワクチンの人口当たりの接種数で、日本が現在のイギリス並みになるのはいつ頃でしょうか追いつかないんじゃないですかね。<laughs> えっと、じゃあの、アストラゼネカっていうのが、オックスフォード大学と、その製薬会社が一緒に作ってるワクチンで、ずっと製造し続けてるんですよ。 で、あの、変異株とかがあっても、あの、対応できるよっていうので、変異株用の、あの、アストラゼネカのワクチンとか出てたりするので、なので、生産量でいくと、あの、イギリスずっと生産され続けてて、で日本は買いますって言ってるだけなので、なので、追いつくことはないんじゃないかなと思います。要は、あの、今、その、えっ、ー、と、新型コロナウイルスって言ってる、旧コロナウイルスのワクチンが、 あの世界中で普及してるんですけど、でもそのなんかインド株とか、じゃあ南アフリカ変異株とか、まあ、あの、日本でも変異株出てるんですけど、いろんな変異株に、じゃあ今度は変異株対応用のワクチン打たなきゃいけないよねってなると、その変異株用のワクチンって最初から打ち直しなんですよね。では、旧来のワクチン打ってもしょうがないよねっていう、あの、もちろん旧来のワクチンでも通用する場合もあるんですけど、その南アフリカ株の場合、アストラゼネカのワクチン打っても効かないよねみたいなのがあるので、そうするとじゃあ南アフリカ変異株に対応したワクチン打たなきゃいけないよねみたいな。 っていうのがあるので、ずっと多分日本のワクチン事情は他の国から遅れたままっていう感じじゃないかなと思います。41歳市役所の公務員で総務省が20年後の2040年には公務員を半分になると到底しますが、将来的に公務員もリストラが結構されるのでしょうか給与削減や業務の増加を確保してますが、国になりたくないですが、万が一リストラが結構された場合の生き抜き方をご意見ください。おめでとうございます。えっと、日本の場合って、あの、 公務員を減らそうってなった場合やるのは若手の採用を止めるです。なので日本の公務員って今のところリストラをしたことないんですよね。で、法律上あの、えっ、ー、と、えー、法律上リストラをすることが可能なのでその、えっ、ー、と、まあ、裁判所であのこれクビになるのおかしいよねって,ってあの裁判をした人がいて、で、あの日本の裁判所が言うその,その人をクビにしていい条件で3つあって、 えっとまず会社の業績が悪くてで、えー、っとそこでその,その人にその他の部署とかのオファーができなくて要はその他の部署に行って働けるんだったら他の部署に働いてねみたいなでさらにその人をクビにする、えー、っと理由が必要なんですよね要はあの他の人に比べてこれができないよねみたいな何らかしらの欠点があるみたいなだったかなちょっとあの3つ目僕曖昧なんですけどよくかうか、まあ、まずその 会社自体の経営が悪いのと、他にその,その人が働ける場所がないっていう二つがなきゃいけないんですけど、じゃあ公務員って会社の経営で行くと潰れる可能性ありますかっていうとゼロなんですよ。なので、その要は潰れる可能性があるから人を切らなきゃいけませんよねっていうのがその首にしていいっていう日本のルールなんですけど、日本が潰れる可能性はないので、 そうすると、公務員をクビにするっていうのが、法律上、その、OK になる形ってすごく難しいんですよ。なので、結果として、その公務員って、ほぼクビにならないですよね。その、あの、刑事犯とかで捕まりましたとかの場合はクビになるんですけど、あの、無能とかでは全然クビにならないので、なので、あの、若手の人が採用されないっていうだけで、あの、要は、新規の人をどんどん入れなければ、公務員ってその、年取った人が引退していくので、だんだん減っていくっていう形で、減らしていくだけなので、 なので、今41歳公務員の方は、あの引退まで全然いられると思うので、おめでとうございます。えー、Twitter で風俗嬢やパパ活女子が莫大な稼ぎを自慢していますが、脱税しているのは明らかです。税務署はなぜ高額なこのような脱税をきちんと取り締まろうとしないのでしょうか。えっとあの、税務署に通報してみてください。あの地域とかがなんとなくわかることが多いので、その写真だったり、大学名だったり。で、あのちゃんと通報すると、税務署って結構きちんと調べるんですよね。 なのであのなんかこいつ脱税してそうだなーっていう人がいたらまあここら辺に住んでる人でこういうふうに収入あるって言ってますよっていうので税務署に通報すると税務署が頑張ってくれたりします。えひろゆきさんはもしも賭博罪をなくせるなら消しますか消しませんかあとその理由を教えてください消しませんね。あのの結局その賭博って あの誰でもでできるるるのののとあの世の中一定数バカがいるので儲かるんですよねなのであの税金を取る手段としてその賭博っていうのをその国,のあの国しか賭博はできませんよっていう形にして賭博をやるんだったらじゃあその許可する代わりにその税金,あ税金を納めて下さいねとか免許,にし免許制にしますよっていう感じでそのあの賭博って基本あのバカがやるじゃないですか。なのでその賢い人的には賭博とかが税率いくつとかどうでもいいんですよ。 別にあの賢い人そもそもと分けやんないので、で、そのじゃあ,あ、の、競馬とか、そのなんで大体、だいたい75%ぐらいしか返さなくて25、25%損するんですよね。で、宝くじとかだと、あの、買った額の半分ぐらいしか戻らないシステムになってるんですよ。 なので、普通に考えたら宝くじ買う人ってみんなバカだよねってわかるんですけど、あの、普通に考えることができないバカっていうのが世の中にそれなりにいて、で、なんかあの、テレビ CM とかで何億円当たりますみたいなこと言って、自分に当たるって信じちゃうんですよね。その、それぐらい運が良かったら宝くじを買うような頭の悪い人生を歩んでないと思うんですよ。 でも宝くじが当たらないような頭の悪い人生を歩んでてで CM 見て自分が当たるかもって書いてでまたそこで養分になっていくっていうので,のでなのでそのバカから金巻き上げるっていうのは割と国の運営としては必要なのでなので僕は賭博罪は国のシステムのためには必要なんじゃないかなとあ賭博罪か賭博は国が管理するっていう形の方がいいんじゃないかなと思ってます。 え今年の2月コロナ真った中に飲食店開業の30歳男です。ひろゆきさんのじゃあどうするかという建設的合理的な考えに強烈に共感してお互いに生きるにはどうすればいいかという感覚的でふわっとした考え方がなぜか以上りません、えー。私の頭の中を言語してください。どうでもいいのですが、大阪で密かに流行りつつあるコアラの天ぷらについてどう思いますかよかったら調べてみてください。知りません。そうなんですかそんなのんですか えっとその2月開業でも開業しちゃったから何とかしなきゃいけないよねでお互いって多分そのふわっとしてる言葉なんですけどあのなんか例えばお互いとかみんなとかってあの何も言ってない話なんですよね。 いやみんなのせいだよねって日本よくあるんですけどみんなで決めたことだからみたいないやいや絶対誰かが決めてるからっていうのでただその決めた誰かが責任を取らないためにみんなっていうのでふわーっと逃げるっていうのをやるんですよね。で割とそれを許しちゃうっていうのがまあその日本の特徴なのかなと思うんですけどあの去年その日本の税金あの日本ってあの政党に対してあのバンバンお金を税金で出すっていうのをやるんですけど。 で、あの、日本の政府が出した税金っていうのの1億5000万円を、あの、広島の選挙で買収に使った人っていうのが2人いるんですよ。河合安里さんというと、河合安里夫っていう2人が、その自民党っていう政党から1億5000万もらって、で、それをなんか町会議員とか村長とか町長とかにいっぱい配って、で、その町長とか町会議員のあ、俺20万もらいました、俺30万もらいましたとかって言ってて、で、まあ裁判でも、あの、お金配ったから有罪ってなってるんですけど、 その自民党から1億5000万円をもらって配りましたっていうのは配った河合安里さんと河合安里さん夫も言ってるんですけどその1億5000万円を誰が出したかわかんないんですよ <laughs>。その要は1億5000万円でそのま口座の手続きをするにしても誰かがその通帳を持って銀行に行ってこれ振り込みますって言わなきゃ振り込めないじゃないですか。 ところがどっこい、自民党を調べても、いや、俺じゃないし、あいつじゃねえみたいな。で、え、じゃ広島担当のあまりじゃねえみたいな。で、あまりさんも、いやいや、俺全然関係ないから、みたいなこと言って。で、一応その、あの、お金を、予算を管理する幹事長の二階さんが、いや、俺じゃねえし、みたいなこと言ってて。で、え、じゃあ、お前じゃないんだったら安倍首相じゃねえみたいな。でも、安倍首相も、いやいや関係ないでしょみたいなこと言ってて。あの、みんながやったことなんですよ。なので、誰も犯人がいないっていうのを、割と、そのままみんな放置してるんですよね。 っていうのがあるのでそのののでそそつけをしていくとその他の国の場合ってなすりつけをした場合になすりつけをし合ってるお前2人が悪いよねとその安倍首相か二階さんのどっちかがなすりつけをするんだったらもうお前ら2人が悪いよねなんだけど日本の場合ってなすりつけをしてたらどっちが悪いかわかんないからどっちも悪くないっていう謎の状態になるんですよね。 っていう感じで、なんかそのみんなとかっていう、そのなんかあの、ふわっとしたところであの、責任を逃げるのはいかがなものかなと思うんですけど、まあ、日本はそういう国なんで、偉い人は得ですよね。あの、下っ端がこんなことやると、何言ってんだって殴られたおりなんですけど、偉い人だと、あの、そっか、やってないって言うならそうかもしれないですね、みたいなことで許されちゃうっていう。なので、あの、日本は偉くなると、すごくあの、生活しやすい国だと思います。だから僕多分今日本戻ったら、すげえ生活しやすいんじゃないですかね。 なんかその、ある程度の知名度があったりとか、そのある程度、そのなんかあの、権力者とその繋がってる人って、なんかね、あの、優遇されるっていう謎システムが日本ってあるんですよ。その上級国民みたいな。あの、人を跳ねて殺しても逮捕されないみたいな。っていうのがあるんで、なのでその、割とその偉くなればなるほど日本ってすごい過ごしやすい国なんですよね。なので、あの、偉い人ほど日本大好きってなるので、まあ、